おはようございます。大家早上好。今天是10月10几号。あれ、今日は何日だ？今日は10月13日。10月13号。星期三、13日の水曜日です。また冷たい雨が降ってますね。秋ね、そう、雨降るたびに寒くなると言いますね。外面下了秋雨啊，凉啊，一场秋雨一场寒呐、啊。嗯，今日は午前中家でオンラインレッスンがあって、午後は千葉県の佐倉に行って、3時にレッスンが終わってから池袋行って PCR 検査をしてくるんですよ。来週の火曜日にテレビ東京のありえへんの世界再現ドラマの撮影が予定してて、その撮影に参加するに際して PCR 検査が条件です。ちょっと大変、お忙しい。豊島区のね、その池袋駅だとか渋谷駅とか新宿駅だとかが、その PCR 検査できるところっていうか指定されてるんですよね。そこ行かなきゃならないんですよ。うん、まあ、とんぼ返しで行ってきますけど、今日はまたワンさんシリーズで、あ、今天呢是上午呢在家上课上那个在线课、下午呢在左仓上对面课两节，三点下课以后要去池袋车站附近的检查中心检查 PCR， 因为下个礼拜二要参加设置，所以必须检查 PCR 证明自己是阴性才能参加设置。忙啊。今天呢，还是为大家演奏汪桑作曲系列。今天嘛，秋天，所以演奏一首《忆春秋》吧。今日は汪桑シリーズで《奥春秋》を演奏します。前も演奏してるかもしれないんですけど、ちょうどこの季節ですね。もうちょっと遅いかな。もうちょっと紅葉して秋だなっていう、感じの時に作曲したものです。早いですね、月日の移り変わりが。あっという間に秋になって、あ、今年も暮れるかっていう、うん、時に作曲したものです。今天为大家演奏忆春秋。忆是回忆的忆，就是现在这个季节，或者是再往后一点，这个红叶更红了，这个秋意更浓的时候做的曲子。就是一年，哎呀，一转眼就过去了，马上就要年底了。这个时候啊，就很多今年的很多事情发生了，就回忆这个时候做的曲子，叫忆春秋。
な曲です。就是这样一个曲子。それでは今日はここまでにします。那么今天就到这儿了。谢谢大家。生徒さんを募集しています。対面でもオンラインでも結構です。無料の体験レッスンもあります。よかったらご連絡ください。ね、一緒に二個を楽しめたらいいなって思っています。それではごきげんよう。さようなら。再见。